わあ、いいよ。これだよ、待ってたの。この雨だよ。芦田愛菜だよ。いや、マジ、全然面白くないから、やめたほうがいい。はい、皆さん、こんにちは。車の大戦、カカカ、シノピーです。今回は、結構前に施工した、あの、プロスタッフの365日耐久の撥水性能を、定期的に雨が降った時にちょっと撮影をしたので、そちらをちょっとまとめてお見せしたいなと思います。まだ365日経ってはいないんだけども、まあどのような変化があるのか、もしよろしければご覧ください。はい、そしたら施工直後、まあ、施工直後といっても、まあ、3日ぐらい経っています。で、外はまあ霧雨で、もうちょっと分かる通り、やっぱりカインズの方が撥水力が強いのか、こう流れてく分、水滴の残りっていうのはプロスタッフのダンク耐久クイックパッドの方が水滴が残っているような状態。やっぱ水滴、この溜まっていくこの一粒一粒が大きくなんないと転がっていかない。それに比べてカインズの方は、まあ、小さい状態でも下に滑って転がり落ちていくので、こういう線がねいっぱいなっているんだと思う。とりあえずちょっと霧雨なんですが、走行してみて違いがあるかちょっと見ていきます。ワイパーつくビビリとかはないですね。霧雨だからね、水滴飛んでかないかもしれないけども、もうちょい降ってくれればよかったな。まあ仕方ない、ビビリなし。もうちょっと強くなってくれ。あー、ちょっと強くなってきた。いいよいいよ、もうカインズの方飛んでるもんね。若干ちょっと小雨だから飛びがちょっと悪いように見えるんだけども、これはまあ雨量のせいっていうのもあります。小雨だとちょっとね、水滴一粒一粒が小さいので、これはまあしょうがない。うわー、全然違う。まあダンクの方も発生してるんだけども、こう見ちゃうと全然違うかな。発生してるけど、やっぱり水滴が大きくならないと飛んでかない。ガラス面に残ってる水滴っていうのがちょっとでかい。カインズの方はもう細かいうちに飛んでっちゃう。これは全然違うね。まあ10段階で言うと、まあ左カインズが9だとしたら、まあ7とかかな、ダンクの方は現状。けどまあ365日耐久なので、この7が持続してどっかでカインズの方が5とか4とかなってくる、まあ、その可能性がまだ全然あるので、すごい楽しみ。滑らかさが違うね、水滴の飛びの。今のところカインズは結構滑らかにさーっと飛んでっているような感じ、けどダンクの方はちょっとギュギュッギュッっていうね、ちょっとこちない感じっていうのかな。その辺はちょっと感じるところでもある。一回ワイパー使ってみよう。ちょっとリセットして、雨全然降ってない。あーけど違うね。けどまあここじゃないんですよ、僕が気になってるのは。365日耐久なので、最初がまあいくら7でも1年後も7とか6であったら、こりゃすごいですよ。カインズの方が1年後ってなったら、いやもう2とか1とかそういうレベルになってると思う。と思うつか絶対なってんだよね。1年後ゼロかもしれない。なんならそれがまだ6ぐらいの撥水だったら、こりゃもう素晴らしいです。とりあえずまあ施工後、まあ、3日かな、現状はこんな感じです。はい、そしたらプロスタッフダンク耐久クイックパッド365日耐久の撥水剤と、あとカインズホームの撥水剤を施工して8日経ちました。で、昨日洗車機に20回連続通すという動画を撮影した後で、365日耐久のガラス撥水剤を施工しているのにもかかわらず20回連続でちょっと洗車機通しちゃったので、その直後の映像も一応撮っておきます。まあ、洗車機で何かしら影響があるのかどうか、その辺も見ていきたい。まだ全然撥水してますね。まあ1週間だからね、言うても。おうおうおうおお、カインズの方が撥水してるね。でまあ雨量も前回とはちょっと違うので、参考にならないって言ったらあれですけども、施工直後より撥水してるじゃんっていうパターンもあるかもしれません。あー飛び始めた、早い。カインズの方がやっぱ先に飛び始めたけども、
まあ、プロスタッフの方も負けてないね。もともとこれぐらいの差はあったか。で、まあ、洗車機20回通した割には全然撥水してますね。この小雨の中、この飛びを、まあ、大体80キロぐらいなんですが、まあ、全然いいんじゃないですか、両方とも。まあ、1ヶ月後とかになったら大きな差が出てくるのかなという感じけど、まあ、洗車機通したか一応取っといたみたいな感じですね。でワイパーの方は、まあ、もちろんこのガラス撥水剤を施工して、まあ、直後でも見にくかったら、まあ、しっかり使用する、これは重要なことですけど、まあ、速度雨量によってはもう本当使う必要がないっていう時が本当にある。こんなバチバチ飛んでるのに、まあ、使ってもまたついて逆に見にくいっていう、 なんだろうね本当あるんですよ。今使っても無意味でしょっていう時はあるので、運転に支障があるようだったらしっかりワイパーを使ってあげると。ここはねちょっと雲が被ってて見えにくいとは思うんですが、風が結構当たるところなので、まあ、撥水の感じは非常に肉眼だと分かりやすいかなと思います。まあ今のところやっぱ恐るべし簡易って感じですね。いやすごいわ、気持ちいいね、ここまで撥水すると。だからまあガラス撥水剤は逆に、まあ、洗車機入れちゃっても全然まあ問題ないですね。普通の人はまあ20回連続とかは入れないと思うんだけども、回とかだったらまあ全然へでもない。まあ、何度も言うようだけど施工直後もこれぐらいの差はあったと、まあ、まあまだまだって感じですかね。今ちょっと雨が強くなってきたんだけども、ある程度強いとそんな大きな差っていうのはなくなってくるのかなと。どちらかというとまあ低速走行の方がまあそのはっきりとした差が出るかな。で今これカメラのピントを窓ガラスに合わせてるので、なんだろう、奥の方がまあ見えにくいかもしれないんですけども、まあ、自分の目は奥に焦点が合っているので映像ほど見にくい感じはしないですよ。まあ、とりあえず洗車機20回連続通して施工後、まあ、8日経過している状態での撥水はこんな感じと。また1週間後2週間後ちょっと雨が降ったタイミングで撮影していこうと思います。はい、そしたらプロスタッフの365日耐久のガラス撥水剤を施工して24日ぐらい経ちました。でまあ、その間に洗車機20回通したりもしたんだけども、ちょっと今雨が降っていたので撮影をしに来たんだけども雨が止むという事態。雨雲レーダーを見ると下ってけば雨が降ってそうな気がするので、ちょっと車を走らせて雨が降ってまあちょっと比較できたらいいなみたいな感じです。で今ちょっとハイブリッドストロング飛び始めたんですが、これは粒の大きい水滴があったからちょっとまあ比較にはならないから、ちょっと雨が降ってもらいたい、できれば。あ、やっぱり弾いてるけど比べるとハイブリッドストロングの方が弾いてますね。けどまあダンクの方もやっぱ悪くないね、十分でしょ。速え、ハイブリッドストロング速え。やっぱり差はあるね、どうしても差はある。まあ12分の1だから、まあ、まあ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 こんなもんでしょう。はい、そしたらプロスタッフの365日耐久の撥水剤を施工して1ヶ月半ぐらいが経過しました。で、まあ、1ヶ月半も経ってるからここら辺でハイブリッドストロングと並んでくるか、まあ、同じぐらいになってるかだったらまたちょっと面白いなとは思っています。まあ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 、この感じを見ると両方とも撥水はしてるけども、どっちの方が強いかっていうと今現状じゃまだ判断できない。あ、ハイブリッドストロングなのかな、この感じを見るとまだ、いやー難しい。あ、だけどなんか大きな差はなさそう今のところ。で大体80キロぐらいですね今で。まあ全然飛ばないじゃんって思われる方いると思うんですが、これはまあ水滴雨量に関係しているので、まあ、もう少し雨が降ったら、まあ、80キロでもバンバン飛んでいく可能性はあると。若干やっぱりハイブリッドストロングなのか、まだそろそろね逆転しててもいいと思うんですよ、しといてもらいたいんですよこっちとしても本当に。あー、いいじゃんいいじゃん、お、いいじゃん。あ、この感じだとさほど変わんない。あ、意外に悪くないね。
プロスタッフの方。あーけどやっぱハイブリッドストロングか。なんとか耐久で勝てるやつがあればまたそれはそれでね、選択肢も増えるし面白いとは思ったんですよ。まあダンクも悪くはないんだけどね、こう比較しちゃうとやっぱ水滴の飛んでく速度がやっぱまだ違いますね。まあとりあえず今回はこの辺でおしまい。ついにプロスタッフ365日耐久の撥水剤がハイブリッドストロングに追いついたかもしれません。一応施工後今日で3ヶ月以上は経ってるんですよね。ちょっとその撥水の比較をちょっと見てみようと思います。右がプロスタッフ、左がハイブリッドストロング、まあ、両方とも撥水してますね。今だいたい70キロぐらいです、まあ、最初よりは撥水力は弱まっていますが、どうですかね、ほぼ変わらないぐらいまで来てないですか。ほらほらほらね、これは追いついてるよ。だってあんだけ差あったんですもん。施工直後は明らかにハイブリッドストロングの方が撥水しているなというのが、それがもうここまで来てるんですよ。もうこれもうほぼ追いついてますよ。すげえ。で一応もう少し様子は見たいなとは思ってるんですが、あんまり開けちゃうとまああれどうなったんだということになってしまうので、ちょっと途中経過ここら辺でちょっと区切らせてもらおうとは思うんですが、どうでしょう。ほらどう、ちょっとワイパーを何回か使ってリセットして、いや追いついてるでしょこれは。まあ撥水力に関しては、まあ、最初より間違いなく低下はしています。低下はしてってるんだけども、今追いついたかなっていう感じ。これ以降が結構楽しみだなといった感じですね。僕はもう追いついたと思います。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回は結構前に施工動画として上げたんだけども、プロスタッフの365日耐久の撥水剤と、あとカインズホームの撥水剤の比較ということで、まあ、施工して2ヶ月、そうさっき計算したのでちょっと2ヶ月だったんですよ。この撮影日と公開日って結構日数が違ってて、1月20日ぐらいにあれ施工したのかな。で最終的に一番最後の撥水比較したのが4月1日なので、まあ2ヶ月ちょっと、本当はねもうちょっと経ってるかなと思ってたんですが、まあ勘違いでまだ2ヶ月しか経っていなかったんです。で一応ね雨が降った日に撮影を、まあ、ちょいちょい行ってたんだけども、現状、まあ、その撥水の状態でいうと一番最初はカインズホームの方が撥水力が良くて、プロスタッフがちょっと下ら辺だったんですよ。まあ2ヶ月ちょっと経ってね、徐々にこう全体的に撥水力がこう低下してるんですが、今ちょっと並んだかなっていう感じなので、まだ2ヶ月ちょっとなので、この先どうなっていくかわからないんだけども、ここでカインズホームの撥水力はもうなくなってきて、プロスタッフが我慢し続ければ、まあ、逆転はありえるね。あんだけ差があったものがここまでほぼ差がない状態になっているので、プロスタッフの365日耐久の方はやっぱりそれなりにね耐久性があると言っていいんじゃないのかな。まあ365日はどうなのかちょっとわかんないんだけども、まあ、日々撮影してきたから、まあね、このちょっと差がね、開きがなくなってきたっていうのが分かったので、まあ、こういったね、動画も今後ちょっと続けていこうと思います。なかなかちょっとね、撮影難しいのと、この走行映像、同じような絵ばっかなので、ちょっと見てる方もね、あんま面白くないと思います。だからまあちょっと工夫して、今後同じような動画をね、どんどんちょっと出せたらいいかなとは思っています。とりあえず、プロスタッフ365日耐久の撥水剤とカインズホームの撥水剤の2ヶ月後という形になります、うん、まあとりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。